そうですね、さっき言ったので、ね、メール送ったけど返事がつかなかった。あれ書いてもらってるから。書いた書いた。まだ真っ白がたくさんあるの。ここにな、皆さんなんか一言。もし、よろしかったらなんか一言書いてください。はい、マーちゃんやりたい。マーちゃん、ちょっとありますね。これも面白い。命を天秤にかけんじゃないって話もあるんだけども、これよくよくわかるかなって。小学生にわかるようになんか裏物で買う。こちらの歩道の方に3列でお願いします。先頭あの皆さん。じゃあ今からデモの隊列を組みますので、こちらの方によろしくお願いします。3列で お願いします。
地元、米沢会長の地元でですね、デモを行っております。皆さんぜひ、この経団連の米沢会長の原発ゼロ潰しに対して抗議をお願いします。今たくさんのですね、この、原発によって多くの被害が及ばされ、そして今また子どもたちの補助船など非常にひどい状況になっています。米沢会長はこの南大津の付近に抗議集団会に加えてますけれども、私たちはこの地元のデモをですね、皆さん、市民の皆さんにもぜひ、訴えたいと思っています。ぜひ ご支援をお願いします。一緒に
Thank you.
向こうは許可が下りない。どうも皆さん、ちょっと時間が、少し早めになりましたけども、お疲れ様です。こちら の、 正面に細い通りのところの坂田のところですね、デモとしてはここで解散、ちょっと歩道を開けてください。こちら の、 坂田の方はですね、南太田 の、 2丁目の方の、米倉会長の地元になります。デモとしてはここで一旦解散にします。でまずその前にシップレコール最後にやって、それでその後、代表団で要請文を持ってこちらに入るということで、やっていきたいと思います。それでは最後シップレコールで、締めたい。それでは、シップレコールを行いたいと思います。携帯電話再稼働をやめろ。携帯電話再稼働をやめろ。大井原発の再稼働を撤回。携帯電話原発輸出をやめろ。瓦礫搬入のボロ儲けをやめろ。誰よりイメージだ。危険な断層を無視するな。経団連は再建を放棄しろ。日立は原発輸出をやめろ。三菱は原発輸出をやめろ。経団連は再稼働をやめろ。経団連原発をやめろ。経団連原発全部潰しをやめろ。経団連は原発をやめろ。経団連は原発をやめろ。経団連は原発をやめろ。
その後ポスティングしたいと思います、私たちは、要請書、私たちは経団連米倉会長に以下の要請を行います、要請書を受け取られ、経団連の回答を、文書でいただきますようよろしくお願いします、10月6日金より命原発なくせ、子どもを守れ、デモ参加者一同、まず1点目、経団連は原発の安全を怠り原発の推進を進めてきたことが、福島事故を起こした原因です、経団連はこの原発事故の責任を認め、謝罪をしなさい、2点目、経団連、メガバンク、原発メーカー、電力、原発関連企業は原発事故の責任を取り、謝罪と被害への完全な補償を行ってください、3点目、経団連は原発ゼロ政策を潰すのをやめてください。4点目、経団連、電力会社は被爆の危険性の高い被爆労働者への安全無視、低賃金、使い捨てをやめなさい。5点目、経団連原発メーカーは原発輸出を直ちに止めなさい。6点目、経団連原発メガバンクは東電の債権を早く放棄しなさい。7点目、経団連はこれまでの原発推進政策を改め、自らの資金で全原発を廃炉にして政策転換をしてください。8点目、米国と一緒に原発の陰で核兵器開発技術を推進するのをやめてください。9点目、経団連は儲けるために、労働者を安くこき使うような政策、低賃金、リストラ、生産品を減らして非正規雇用を拡大するなど、こういった政策をやめ、労働者を人として扱ってください。10番目、経団連は原発支持議員候補者に金をばらまき、議員を金で支配をして金で国を動かそうとする企みをやめてください。11点目、経団連は、経産省など元官僚の天下りを受け入れ国と癒着をして儲けるブラックビジネスをやめてください。以上を要請して、要請書をポスティングしたいと思います。
ちょっと一応これやるか。なんか全然音がないですね。誰も住んでない。ちょっと応答がないようですので、今要請文を読み上げた要請文を入れましたので、会長にぜひよろしく渡してくださいよ。お願いします。もうちょっとグリーンベルトもうちょっと別のところでさ、それ本当に必要かなということで思いました、ね、僕が配ってた人はね、米倉さんというのは町会長を昔やってたんだよ。俺も町会の役員してたことあるからよく知ってるんだよ。で、原発ゼロに反対してるの知ってますかって聞いたら、いやそれは知らないけど今度会ったら言っとくよ。いいね。それからこっちは洋食屋さんがあったんだけど、そこはマスターが奥から出てきて、何かなと思って出てきたらしいんだけど、共産党のデモかって言ったら違いますって言ったら、共産党のデモだったら後輩だから応援してやろうかと思って。でもまあこういうデモなんですって言ったら、原発ゼロそれは当たり前だよなって、非常に後半の
文句言ってきた人は一人もいませんでした。だからもっとあの、まあ、今日のビラでもいいんだけど、もうちょっと住民向けのビラ、いいビラで、ぜひ声をかけてください。風船とかぬいぐるみとかもっと優しい感じのデモがね、やっぱりなんか特定の怖い人たちと思われないように、なんか優しい工夫が、やっぱお花持ったりとか、今度お花とか何物も持ってくる、これ靴入ってるよ、あ、今季節の花を持つ、いいと思うもんね、お花とか風船とか、あ、そうですね、ニムジンを流して、何でもいいでしょ、そうですね、ちょっとそういういろんな国を地元の人にとにかく受け入れられて、一緒にこうね、参加しながら広がっていくっていう感じで、ぜひしていくような、ね、アピールがいいかなと思います。商店街の中自身と通るのかよく見たんですけど、海割れとかもね、商店街ってもうちょっと中の方、いや、もし、いや、どこは商店街、あとは私の広さなんですよ、だから、最後の崩せばいいところがあったんですよ、ほら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 、まあ、今日のところも、まあ、ちょっともうダメ、スタバ特にやめなんかいかない、まあデモコースとしてどうちょっと短すぎる感じですかね、このぐらいで、今まで一番ちょうどいいぐらいかなと思います、長いとね、デモコースとしてはこのもんで大体30分から40分ぐらいの間ぐらい、まあお子さん連れとかだったら、すいません、歩けてる、今まで完全に取って一万個渡してます、交渉とかね、例えばデモのスタイルをちょっと変えてここで行けないかとかっていうのはちょっとやってもいいかなと思うけど、今のところはちょっとまだあのそうは、あとなんか一般上司じゃないともっとこうした方がいいんじゃないかとか、アピールとか手挙げてる、だからまあ、なんだろう、ゼロを潰すなっていうのはそうなんだけど、まあ、対決的な言い方よりもね、まあ、あなたが歴史的判断をすればあなたは評価されるだろうし、みんなを喜ぶんだということで、まあ、お願いというかね、あのその、なんて言うんでしょう、ね、ダメだっていうよりもあなたが今判断できる立場にいるんだから、正しく、ね、ゼロを求める人の声を聞いて判断してくれと、いや、でも判断しちゃいけないんじゃないですか、経団会、いやいや、あの経団会の会長なんだから、会長としてね、電源を撤回すればいいわけですよ、それはそれとしてはゼロにしようって、そう、みんなそう思ってる、仕事がなくなるって言ってたね、原発やめると仕事がなくなるって言ってた、そうだ、助けてー、あ、いいですか、はい、お配りしました。あ、大島で言います。来週の月曜日にですね、あとワンデアクションで、ね、全国、今日で関東全体、あの全国ですね、神奈川の方で、このワンデアクション、間違えてこれ5月にしちゃった。間違えてこれ。あの僕らが先にあの神奈川でやる計画で15日ってやってたら、高田さんがもっと早くやりたいと思って6日に入れちゃったんで、こうなったんですが、15日今日練習っていうところでやってるんで、平日なんですけど、銀行とそれからあの メガバンクとあの東電からあの横浜市教委も回ります、からあの川崎市長がね、給食にあのリンゴの缶詰と山形の保鮮のベクレルが検出されてる、からみかんも、あ、それもあの食べさせて危険が近くにあることを知らせることも教育的であると発言したんでね、それを撤回しろということも入れて、ちょっとあの11時ここのデモを立ち上がりにしてあの回りますので、あのその大きい教育じゃないかもしれませんけど、もしよろしかったらご参加ください、よろしくお願いします、で、今日6時からちょっとするので、これの相談会ありますのでよろしくお願いします、はい、前後段ひっくり返ってるね、はい、これ、で全校交換平和の2周年で、これ企画したのはそこなんですよね、これはですね、経団連前だよね、経団連前をあの金曜日は官邸前でしょ、水曜日は経団連前コードやってるんです、やっぱあのこの米倉はじめね、経団連、そしてあの銀行とあの三菱さん、三菱、東芝、日立か製造メーカーみんな入ってますから、そういうこういうことで
そこでやってて米倉大福がやりたいねって議論があって10日ぐらい前だっけ、そうですね、10日ぐらい前にそういう議論があってじゃあやろうって今日決まったんだ。それ打ち合わせを、今度の月曜日かな、月曜日に、東京駅の近くの京橋区民館というところがあります、まあ、よかったらこれとかあとは金融コードもありますし、あとはあの瓦礫とかそういうことも含めて、打ち合わせをして今後どうしようかというのもします。よかったらぜひ8日の月曜日です、東京駅の京橋区民会。ライターの中田純です。皆さん、原発の深い闇という本を書きました。私今メガバンクからお金を下ろそうということを呼びかけてるんですが、これはただ単にメガバンクが悪いというのではなくて、今メガバンクにお金を残してただけで社債を買っちゃうんですね。関西電力の社債、みずほ銀行が1000億円とか300億円とか単位で買っちゃうんですよ。だから皆さん、その、なんていうの、原発に反対したり心配してる人が今7割、8割いるのに、その人の、その人のお金をこっそり盗んで、今、大井原発に運ばれてる状態なんですよ。で、これは全く犯罪だと思うので、一番いいのは城南信用金庫だと思うんですが、地元の信用金庫にお金を移さないと、本当にその騙し取られちゃうって、原発推進になっちゃうんですね。だから、そのことを訴えてます。あと、ね、経団連前で、首都圏関原発の人たちがやったときに大変鋭いコールが起きました。それは東芝、日立、三菱の製品を絶対買わないっていうその力強い呼びかけがあったんですね。だから僕はこの2つを脱原発の基本姿勢だというふうに思ってて、東芝、日立、三菱、これが日本の代表、もうほとんど世界でほとんど残ってない原発プラントメーカーです。もうあればだって潰れます、もうすぐ。だからこの製品を絶対買わないようにしましょう。で、もう世界どこで原発作ってもこいつら大儲けしますから。で、こいつらの製品って世界で一番危険です。あればの製品を100倍安全です。コアキャッチャーとかいうのがついてるんですよ。で、メルトスルーしてもあればの原発は石管の中にこう燃料が入るようになってるんですね。ところが東芝、日立、三菱のものってそんなの全くついてなくて、ヨーロッパじゃダメなんですよ。これから建設しちゃいけないのに大間をやろうとしてるんですよ。これ日立です。もう何の特許もないのにものすごいコストダウンした大間原発でモックス燃料も燃やそうとしてるんで、このもう特に日立の製品を気をつけて買わないようにしましょう。で、東芝なんかはもう私は大変ファンだったんですけど、パソコンとかもね、いいもの作る会社だったんですけど、これも絶対買わないようにしましょう。で、三菱の製品を買うんだったら大変困るんですけれども、調べて三菱グループの製品もなるべく買わないようにしましょう。ニコンもそうですよ。ニコンカメラ。だね、三菱グループって言ったらもう本当に日本の人口のなんか三菱三井って言ったら日本の人口の半分ぐらいが入っちゃうんですよ。だから今例えば8割は、なんていうかな、原発反対でも言えない人がいっぱいいるわけですよね。気分的にはだけど、うちの家庭は親戚には三菱自動車の人がいるって、うちもそうだし、皆さんも本当にどこかで三菱の関係者があると思うんですよ。で、言えない人たちいっぱいいると思うんですけど、そういうことは本当に今の現状だと僕は思います。で、やっぱり買わないというのが一番力強いです。そういうことを恐れるのもあるんです。あと僕はそのメガバンク、今月のもう最後の金曜日にメガバンク、みずほ銀行の本店が東京電力本店の隣にあるんですね。で、東電があってみずほ銀行があるんですけど、そこで一斉に皆さんお金を下ろしましょうという呼びかけてます。これはちょうど、官邸前アクションの前にの3時にですね、みずほ銀行から他の銀行のキャッシュカードでも下ろせますし、ATM でいいので、銀行と名の付くところ、例えば横浜銀行もそうですけど、これ社債買ってますから関電とかの、一斉に下ろす、
っていうのを呼びかけてるんですね。で全く誰も反応してくれませんけど、あのアメリカではバンクトランスファーデーっていうのが行われてるんですよ。でこれはあの要するに、まあ、ちょっとあの左翼っぽく言うと、権力が一番恐れるのは取り付け騒ぎなんですね。で要するに銀行の周りに行列ができるのは大変僕は恐れる光景だと思います。で官邸前ももちろん大切な抗議ですごいなと思ってますけれども、あのそれセットであの銀行に対する抗議も、こういう街でやるときも銀行の前でね立ち止まってやるべきだと思うんですね。あの新宿とか通りかかっていつも思うんだけど、銀行の前でも少し立ち止まって銀行に対して抗議すべきだと思うんですよ。でそういうことを皆さんあんまりこう脱原発は分かっていても分かっていないのかなっていうところをやってるケースもあるんで、もう銀行こそが諸悪の根源だと思いますので、そういう運動をやれないかなというか思います。うちの子は、横浜の小学校に通っています。学校では今保守戦の教育が始まっています。それ自体はとってもっていうか、まあ、いいことだと思うんですけど、その中身が基本的には放射線はいろいろ役立ってるから安全だよ、こんなところにもあって、で事故があってもちゃんとマスコミの言うことを聞いてマスクしてればそのうち収まるからっていうような副読本が配られているので、ちょっとそれは違うだろうと思っています。でそれについて明日、神奈川県民文化県民センター横浜の駅のすぐ近くのところで60に申して10時半から相談を行いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。神奈川の神よと言いますので、10月の20日の日に、ラブ沖縄という映画の上映を、県民センターでやります。時間は18時から。で、その映画はラブ沖縄、あと辺野古、あと高江という映画で、ずっと今オスプレイが、まあ、配備投稿されましたけど、ずっと高江というところに、ね、昔からのヘリパッドを作るということで、これはすでに進んでいるというか、ね、投稿されようとしてずっと座り込みしているんですけど、それを追いかけたドキュメンタリーの映画なんですけど、オスプレイのことで、まあ、同じことを感じると思うんですけど、結局民意を全く無視して勝手な事情で強行しているということで、で、まあ、原発のこともね、さっき、まあ、つくづく思うんですけど、基地もそうですよね。基地の人が働けなくなるから仕方なく必要枠的に置いてるような気がする。じゃあ原発もね、労働者が何千人も首切られるのがかわいそうだから置いてるみたいなバカな論理になってて、そもそもその基地もいらないし原発もいらない、もうそれはまあ支配するための構造としてうまいこと作られた話しかないので、実は共通すると思うので、沖縄で戦っている人たちを知って応援するためにも映画をぜひ見てください。1000円前売り1000円、前売り1000円、今もう売ってますので、はい、あと監督が、藤本さんで、一緒に作ってる影山麻子さんという方が映画に来てくれてお話も聞くことができますので、映画だけではないお話もできるということで前売り1000円です。福島の2人と私の3人で立ち上げて4ヶ月になります。で福島バチプロジェクトは福島にはもう何となく言う雰囲気でない諦めている人、もう心の中にもうガサッと詰め込んで見ざる聞かざる言わざるというような感覚の人たちがたくさん多いので、そういう人たちこちらの人の1人こちらの人が100人いうよりも福島の一人の人が大きい声出したら随分違うだろうし、福島がノーって言ったら原発は止まると思ってるんです。ですので福島からやっぱりきちんと声を出そうということで福島の友達と一緒にしました。それで今皆さんに買っていただいたのは全部これはほとんどバッジに福島のバッジに生まれ変わります。で福島にはタダで渡してます。なぜかというと福島にもうそもそもお金ないんですよ。お金もらってるってこうお金ないんですね。だからそういう人にバッジを100円とか150円ってお金を出すこともできない。
それでノンニュークって書いてあります。これなぜかというと、原発いらないなんて書いたらそもそももう使えなくなるんです。それでちょっとごまかすみたいにちょっと可愛くしてノンニュークにしてます。でノンニュークじゃないのはなぜかというと、ノンニューク坂本龍一さんとか皆さんやってるんですけど、あれは核兵器を含めた原発なんですね。核兵器の反対なんです。だけど福島はまだそこ行ってないんです。そこにある4号機なんとかしてよ、第一をとにかくなんとかしてよというレベルのところの原発いらないなんです。ですので私どもはこれはノーニュークスじゃなくてノーニュークにしています。でそこら辺をご理解の上、こういうバッジがあるということを皆さんに進めて、とにかく私は200万人の福島の人たちのせめて 1% で、 できたら10万個は配るつもりでおりますので、よろしくお願いします。もうずっと反対してます。ずっとずっともう15年前から今から大騒ぎしてるけども、ロシアがなんか原子力潜水艦の事故を日本海に投棄して誰にも言ってなくて、ものすごい核汚染とか、もうずっと前からなんか世界中の事故はものすごい秘密にされていて、シベリアの方でもものすごい核惨事があったり、もう福島が一番ひどいけども、福島の一歩手前の事故というのは世界中あちこちで起こって秘密にされて、もう原発利権の中に閉じ込められているんです。ですのでもうこの爆発したのをきっかけに、日本人が世界に向けて声を出して反対して、でちょっと例えば外国にお友達がいる人とか、どんどんもうこんな状態で政権もひどいから助けてよみたいなことを、いろんななんか水俣病も最初ノルウェーの人に一生懸命言ったら、ノルウェーから騒いで、やっと14年後に水俣のことが広まったっていうので、もう日本だけで何とかしようと思うんじゃなくて、海外の人たちとも連携できる方は連携して、本当に長い戦いになると思うんですけども、家庭も大事にしながらこの運動をずっと続けていって、子どもたちに恥ずかしくないような、こんなに頑張ったんだよってやっぱり言っていきたいし、少しでも今より良くしていきたいし、本当にもうなんていうのかな、すごくもう毎日毎日私はどうしたらいいだろうって考えてます。でもこうやって地元で皆さんを見てると、ああやっぱりこんな人たちがいるからもっと頑張ろうとか、今もなんかぎっくり腰とか起こしそうで、なんか脳みそももうなんか限界に近づいてるんですけども、いろいろでも細野さんのところの事務所に人事案のことも散々電話したり、もう片っ端から国会議員にこの人事案をやめてくれっていうのもずっと家にいるときは電話かけて、皆さん秘書の方がですね、原発のこと全然知らない人も多くって、逆にこっちがもう原発っていうのは一から説明したりするのがほとんどでした。でロビー活動をしても会ってくれない人もほとんどだったし、本当に行動するといろいろどれだけこの日本の政治が腐ってるか分かりますので、家の中でネットとかも大事だけども、家の外でやっぱ一つの活動が大きく結びつくと思います。一緒に頑張ってよろしくお願いします。お母さん喋るよ。私横浜の西区から来ました、草松と申します。結託して子供が2人いて、下が今4歳で上が小学校3年生ですけど、ゲームやらして。土壌検査とかをし始めてまして、横浜の家、まあ、うちの近くなんですけど、うちの学校ひどいよ。酵母を測ってみましたが、いろいろ分かってきたことがあって、燃料系では汚染がはっきり分からない。これやっとこれたらゲームやっとくのいいからさ。ですね、例えばなんですけど、うちの小学校土をこすり塗って測定したんですけど、800と500、一番最初500です。でも燃料系ではその土に直置きで、精度の高い線抜けるんですよ、17万つ。それ置いても 0.07 ぐらいしか出ないんですよ、出なくて。でそれでもう一回測ったら今度800もおいしいんですよ。でもやっぱり線量計はすごい低いんです。やっぱ 0.07 0.07 そうですね。抱っこして、抱っこして、ママ
さん、他にもいろいろ測ってまして、飛び越え、ね、すごく少ないところもあるんですね。12ベクレルぐらいしかないところもあるんです。でそこは逆にアルファ線とかベータ線、ガンマ線測れるようになってまして、それで測定すると 0.1 ナノぐらいあるんですよ、逆に。でそれは天然に反応してるんですね。でだから本当に中を調べてみないと、人工放射能なのかどうなのかっていうのが全然わからない。でやっぱりその800ベクレルの砂なんかちょっとこのぐらいまで離したらもう 0.04 まで下がるんですよ。だからはっきりと押せないなって思ってるようなところに800ぐらいあったり、ね、0.15 以上あるようなところでもほとんど汚染がないところはない。もう全然わかんない。わかんない。そうですね、自然放射線は一応そういう隠しはあるんですけど、セシウム134と137の合算で12ベクレルっていうところが最高で 0.17 出てるんですよね。だから線量計で測定して汚染があるないっていうのは騙されてると私は思っていて、ね、だからやっぱり土壌を摂取して調べてみないとあるかないかっていうのは全然わからない。土壌どこで調べてくるんですか？市民測定所とかがあるんですね。日本だけじゃないんですか？やってくれるところとやってくれないところがあって、あとは有料だけど2件とかね、いろいろ会社あります。そうですね、まあ有料ですけど、安いところだと戸塚の健やか広場さんっていうところが1検体2000円でやってくれます。で、あと横浜の市民測定所も最近OK になって1検体確か3000円でやってくれるんですよ。1キロぐらいですね。で本当にねすごいムラがあって、特に高いビルがあるところなんかはビルのこっち側に落ちたところがすごい高いんですけど、反対側は全然なかったとか、もう全然違ってて、でこういうあんまり多分ビルがないところがそんなに多分ないと思うんですよ。100いかないぐらいとか多いんじゃないかなと思うんですけど、都会はすごい差があるので、吹き溜まりとかはもう本当に要注意。ないところは全然ないんですけど、多分こういう道路の真ん中とかはほとんどないと思うんですよね。一番下の隅っことか、まあ、いろいろ測定してきて分かったんですけど、でそういうのが分かれば意外と安全なところは意外とあるし、でも危険なところも意外とあるので、やっぱり調べていくと生活しやすいなって思って。なんか言えんことか言わないな。そうですね、そうですね。で、まあ、私のお願いとしては、だから小学校の運動場なんか空間線量いくら測ってももう分からないので、やっぱりね、土壌摂取して調べないといけないっていうのがあるんですけど、舞い上がりますからね。こういう草が生えているところは舞い上がらないので、で結構土壌の1センチくらいのところにいっぱいあるので、そんなにこういうところは神経質にならなくてもいいかもしれないんですけど、ああいう砂地なんかはすごい危ないので、調べた方がいいですね。ただ教育委員会が絶対砂はね、窃盗だから、勝手に測定したら絶対だったなって言って、もう1年も測定したがらないんですよね。でもそこはやっていかないと、もう本当になんか、福島の子供でも甲状腺にね、半分ぐらい異常が出てきてるって今言ってるじゃないですか。で、本当に福島だけなのかって言ったら、ね、ちょっとわからないので、何か出てからでは遅いので、やっぱりああいうふうに普通に野球やっていいのかって思うんですよ。今はね、あんま風がないからまだいいんですけど、でそのなんか安全教育ってさっき出ましたけど、安全教育のおかげで放射線気にしてるこの子供がいじめられることが出てきたっていう、その学校で、うちの子なんかは気が強いから全然そういうのはされないんですけど、すごい気の弱いお子さんなんかがターゲットにされて、マスクしてるのをなんかビビリビビリって言われるようになっちゃって。でやっぱり安全よりも先に危険を教えてから、安全なところと危険なところがあるんだっていうのを教えていけばいいのに、安全しか教えないのでビビリって言われる子が出てきて、だからやっぱ教育委員会に訴えていくっていうのは大事かなと思っていて、もしね皆さん余力があったら、そういうお電話とかファックスとかメールとかでもいいのでやってくださると、やっぱり
安全教育っておかしいなと思うので、あとやっぱりその土壌を維持でも調べない理由は何なのかっていうことがあって、国からいろいろな圧力ですかね。あの付け加えで言うと、あの私小学校の教員なんですけど、よくしない、その今言われて彼に言った通りで、あの横浜市はでも全然剥がんなかったんだけど、もう横浜市結構お母さんに動いたわけ。結果として今あの給食は毎日全食1校なんだけど、44ブロックあるうち1校だけ測って毎日アップしてます。だからまあかなりあの完璧じゃないけど、他はそれを真似し始めて、もう一つはあの空間線量、各学校全部線量計シンチレーションを渡して、あの月1回必ず発表させてます。6カ所から7カ所、うちの学校も最高 0.17 とか88とか屋上とかに出てるんですけど、で今彼が言ったみたいに3つ目 の, その土壌のことが一番大事でね、結局もう線量は、ね、出ないんですよ、はっきり言って。で、あの、環境省がというか 5センチで 0.23 というのを出したでしょ、横浜市 0.59 なんですよ、1メートルで 0.23 なんです。それで除染をするっていう、文科省に至っては1マイクロなんです。1マイクロシーベルトあったら対応する、それ以下だと対応しないっていうのが今国の基準なんですね。だからそういうことを考えていくと、あの実際どれくらいのねベクレルがあるのかということをきちんと測定した。でこの前ね、21日にあの文科省と交渉あって、あの測れっていう話したので、今あの多分アップされてると思うけど、5キロ平米、5キロの正方形の1箇所を取って、あの土壌を調査してる、それをプロットして色とかあるんだけど、だから地図になるとギューッとまた画像になる。でも5キロメートルですよ、5km で1箇所測ってるわけですよ。意味ないでしょ、はっきり言ってあんまりね。だから意味ないとは言わないけど、だけど言ったのは、子供がいるね学校の校庭とか学校の場所の中からと公園、こういう公園ですね、子供がいる、そこの土壌をきちっと測ってほしいということを僕は要求してるわけですよ。彼女が言うみたいに、あの僕も実際測ったけど、3万ベクレルの資材があるんですよね、セシウムの売ってるんですね、それやってる測定の見に行ったけど、あの全然反応しません、この辺だと低いです。0.0 いくつ、 0.0 ですよね。でもう下行くとバーッと反応するわけです。だからベータ線なんかが反応だと思うんだけど、だから問題は内部被曝なの で外部被曝はある程度そのちょっとなんであれなんだけど、中に入ってくるバイヤーがあったり食品とか、あと水ですね、空気が一番僕は大きいと思ってるけど、そういうことを考えていくときに、やっぱり万全なあのちゃんと測定をしてね、安全を確保するってことが、で今も情報であのこれ東電の発表で毎時1000万ベクレルが出てるわけですよ、セシウムで1日と 2億4000万ベクレルが放出されてるんですよ。そういう事態で、あの愛知県のものまでそれなりに出てるんで、ね、やっぱりそういう認識の中で生きてるんだってことを考えながら対応していくっていうことが大事だと思ってます。すいません。で15日に教育委員会も交渉します。よろしくお願いします。そうですね、大体 そんな感じで、土壌に関してやっぱり興味を持った。私は土壌だったし、土壌になって。ありがとうございます。今後とも、まあ、継続してもうちょっといろんな人たちにも呼びかけながら、まあ、地元の人に対してもやっぱりもっとあの働きかけをして行くような形でですね、継続して やっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。で、まあ、さっきもありましたように、文部科学省とかですね、被災あの子ども原発事故子ども被災者支援法については、復興庁に対する交渉っていうのが今始まってますんでですね、そういうあの省庁に対するあの要請行動などをですね、実際に入れていきたいと。ですから、まあ、そういう案内とかもですね、できるだけ皆さんに今日あれに書いて、アドレスを もしよろしければ書いていただければですね、ご案内をして、で、まあ、一緒にまたやるような形にしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それで、まあ、今度の一番横浜の行動については、まあ、10月の15日にやって11時です、また次の行動、全体行動っていうのはまたなるべく早めに入れるような形にしたいと思いますので、まあ、メールの方でまたツイッターなりメールで案内させていただきますので、よろしくお願いします。今日はどうもお疲れ様でした。じゃあこの下降りてグッと
転がらないように気をつけて。井戸ヶ谷、さっきの解散地点から10分ぐらいの井戸ヶ谷駅が、そんなに離れてないです。どうでしょうかね。清水坂公園。今来てよかったな。爽やかじゃね。今日はね、高かった。ランドマークが見えるか。なんでランドマーク、あ、そうか、そうか。あっちがあれか。